したもの風車は羽車に、風を受けて回転し、風力から動力を得るための装置。発電、製粉、風速計などに使われる。風車と読むと、羽車に柄をつけ、風の力で回して遊ぶ玩具も含まれる。英語ではウィンドミルだが、ミルでわかる通り、ウィンドミルは本来は製粉の動力に使われるものを、指す。また、 風力発電などに使われる現代風の風車はウィンドタービンと呼ばれるが日本語ではこれらを含めて風車と呼ばれることが多い。ヘロンの風力オルガン風車の起源ははっきりしない。起源前36世紀頃エジプトで考えに使われたという記録がある。1世紀初頭、アレクサンドリアのヘロンはアネムリオンを設計した。風車イランウィンドミルは ペルシャで誕生した。中央アジアのシースターンで10世紀頃に建造されたのが最古である。その後、十字軍やモンゴル帝国の遠征によりヨーロッパと中国に伝えられた。初期の風車は方位制御機構が不要な垂直軸風車だった。12世紀末、北西ヨーロッパに方位制御機構を備えた水平軸風車が現れた。 これはイスラムから伝わった垂直軸風車とは独立に発明されたという説もある。15世紀、オランダで観客地の排水用に風車が多用され始めた。これらは後に蒸気機関に、さらには電動ポンプにとって変わられ、現在は観光資源ないし一部はキンデルダイクエルスファウトの風車網として世界遺産に登録されているが、少数が 今も現役で排水に使われている。1887年、イギリスの J. ブライスが初めて風力で発電し、二次電池に蓄電した。1888年にはアメリカで CF ブラッシュが直径17メートルの多翼型風車で発電を行った。日本でも明治初期より海軍技師、湘南電気研究会長だった元岡田巻によって研究され、 当初は、巨流外国人によって導入されたことが確認されている。長野県諏訪湖南では、再生時には3000台以上が、低炭素からの養分を含んだ地下水の汲み上げに使われ、1905年頃から1940年代前半まで使用され、戦後の一時期合成流案の不足していた時期にも使用された。 愛知県知多半島東浦町では1921年から使用され始め、1940年頃の再生時には100から200台程度が運転され、厚見半島伊良湖岬付近では1924年頃に風車用水が始められ、再生時の1935年頃には200台が運転された。茨城県土浦市付近桜川流域の新井張郡。 桜村、新張ハリ村、筑波郡筑波町、大宝町では、1928から29年頃に、筑波郡や田辺の祖宝家、高野新八が、大地の開根伝で風車を使用し始め、再生時の1936年では仙台以上が、稼働して1955年頃まで使用された。千葉県房総半島立山市付近の泉郡、大原町や三崎町では、 1933年頃から使用が開始され、丸山町、千倉町では1950年代前半までの再生時には100台の風車が稼働し、立山市のま崎、川崎、港地区では再生時には120台が稼働していた記録がある。大阪府堺市では1928年に大地の若旗での水田で補給水を目的として、 水田と二地の両方の考えに使われ、成績が良かったので石津川沿い、大和川沿いでも使われるようになり、赤旗に10台、石津川沿いに250台、大和川川口で25台、その少し上流で100台程度が1935年から1950年代、前半がまで使われていた記録が残る。葉緑型垂直軸風車の原理風車の翼は、 揚力型風車では、飛行機の翼。高力型風車では、小舟の歩とそれぞれ基本原理が同じである。揚力型風車は、高回転、低トルク。高力型風車は、低回転、高トルク。ただし、翼の枚数を減らせば、高回転、低トルク。増やせば、低回転、高トルクになる。水平軸風車は、 変化する風向きに対し平行であり続けなければならないため方位制御機構が必要になる。小型の風車では方向打などで受動的に制御するが大型の風車では動力を使って能動的に制御することもある。なお水平軸風車を使った風力計は方位制御機構を利用し風向も同時に測定することができる。 垂直軸風車は、通常、回転軸が、地面に対し垂直になる、よう設置する。そうすれば、常に回転軸に対し直角に風が吹くため、方向制御が必要ない。1、ダリウス風車から翼に働く、遠心力が引っ張り応力として働く形状とした、もの。翼ピッチは固定。2、ジャイロミル風車直線翼とすることにより、 可変ピッチを可能とし、微風でも起動しやすくしたもの。粉引き風車の断面図風車の羽根の止まる位置で、風車を管理している家族の状況を伝えることがある。この止まる位置による内容は、地域ごとに異なり統一されてない。下記に一例を示す。宮崎正勝、世界を動かしたもの時点日本実業出版社、2002年、風車の使用法。 過去現在、ハット ABCDEFG 日本の風車の発展と利用を堺市石津の風車。ありがとうございます。